日本の歴史上過大評価されている人物3選パート6、歴史上の人物たちはその功績や逸話で人々に称賛され、時には伝説的な存在として語り継がれます。ただその評価は本当に適切と言えるのでしょうか。実際には史実を超えて美化されたり過大に評価されたりしている人物も多く存在します。今回は日本の歴史の中でその評価が過剰であるとされている3人の人物について、その実像を探りながら考察してみたいと思います。平和の立役者か、それとも野心の操り手か。足利義満。足利義満は室町幕府第3代将軍として日本の政治、文化、宗教に多大な影響を及ぼしました。彼は南北朝の統一や日民貿易の開始など数々の重要な事業を達成したことで歴史に名を残しています。しかし実際には狡猾な策略や自らの権力拡大を目的とした行動を多用しており、幕府の安定を築いたや室町幕府の最盛期を導いた将軍としての評価には後世による過剰な美化や誤解が含まれていると指摘されています。義満の治世で最も注目すべき出来事の一つが南北朝の統一です。義満は巧妙な外交手腕を駆使し、明徳3年に五亀山天皇との交渉を成功させ、南朝との和解を実現しました。この和解は当時の権力構造を大きく変え、幕府の安定化に寄与したとされています。しかしこの統一は義満の野心の表れでもありました。彼は自らを日本国王と称し、中国の明朝との冊封体制を構築しようとしました。冊封体制とは、中国の皇帝が周辺国の君主を公式に承認し、その君主が中国の皇帝に臣従を誓うことで宝物と引き換えに保護や恩賞を得る関係のことを指します。これにより義満は経済的利益を得るだけでなく、政治的な権威をも拡大しようとしたのです。また義満は五山十刹の刑を整備し、仏教界にも強い影響力を持ちました。この体制により禅宗寺院は幕府の支配下に置かれ、幕府が寺院の神社を管理することで宗教界を通じて政治的な統制を強化しました。特に上位の寺院を幕府の庇護下に置くことで、僧侶たちを外交や幕府の意向に沿った形で利用し、政治と宗教を結びつける道具として機能しました。金閣寺の建立も彼の時代を象徴する出来事であり、豪華な建築を通じて幕府の繁栄と自身の権威を誇示し、文化の中心としての京都の地位を強化する手段として用いられました。これにより義満は政治的権威だけでなく、文化的影響力も併せ持つ存在として君臨したのです。さらに彼は有力大名同士を競わせることで彼らの権力を削ぎ、自らの権力を強化する策略を用いました。例えば弘法元年の時康行の乱では、義満は時康行と時光貞の間で領地争いを引き起こし、その対立を利用して時康行を打ち滅ぼしました。この乱を通じて時氏の勢力を大きく弱体化させ、自分の支配力を強めました。同様に山梨の勢力削減も義満の計画的な行動の一部です。明徳2年の明徳の乱では山梨一族を対立させて内部分裂を誘発し、その結果山梨の力を大幅に削ぐことに成功しました。これにより幕府の権威をさらに高めることができたのです。このような行動は時に政治的な策略が英雄的な手腕として解釈されることがあります。しかしこれらは義満の強大な政治力や優れたリーダーシップとして美化されがちですが、実際には狡猾な計略に基づくものであり、他者の犠牲の上に成り立っていると見るべきでしょう。義満のこうした行動は一見するとその強大な政治力を示すもののように見えますが、実際には彼の権力を維持するための巧妙な手段であったとも言えます。義満は朝廷に対してもその野心をあらわにしました。花の御所を整備し、天皇を超える地位を得ようとするかのような行動を取りました。花の御所は永和4年に義満が京都に建てた豪華な邸宅、正庁で当時の天皇の御所をしのぐ規模と華麗さを誇りました。これは義満が自らの権力を誇示し、
幕府の実権をさらに強化するための拠点でした。義満は宮廷をしのぐ権力者としての地位を確立しようとしていたことを示す象徴的な出来事であり、その影響力は文化や政治の面でも広がりました。後世において義満の評価はしばしば美化されています。例えば彼の治世は室町時代の黄金期として語られることが多く、文化的な発展や外交手腕が過度に強調される傾向があります。日民貿易における日本国王称号の使用も、あたかも義満が日本の地位を国際的に高めたかのように解釈されることがありますが、実際には明の作法体制に組み込まれた形での貿易でした。金閣寺の美しさや華やかさは義満の文化的功績を称えるものとして語られますが、その建設の背景には政治的な目的が強く反映されています。このように義満の業績は確かに大きなものでしたが、彼の評価は後に後世の創作や伝説によって脚色されており、実際の行動や政策とは乖離があることが多いのです。そのため義満に対する評価はその背景にある事実を理解する必要性があるでしょう。義の守護者か、戦乱を駆け抜けた統治者か、上杉謙信。上杉謙信は戦国時代における義の武将として広く称賛されていますが、その評価については異なる視点から再考する動きも見られます。謙信のイメージが形成された背景には江戸時代の庶民文化や支配層の思想が大きく影響していることが指摘されています。江戸時代には講談や浮世絵といった庶民文化の中で、謙信は武田信玄のライバルとしての地位を確立しました。当時信玄は紅葉軍艦などによって軍神として人気を博しており、それに対抗するキャラクターとして謙信が選ばれました。謙信は信玄とは対照的に正々堂々とした戦いを好む武将として描かれ、仁義を重んじる英雄としてのイメージが強調されました。しかしこれらのイメージは一面的であり、実際の戦国大名としての謙信の姿とは異なる部分が多く見受けられます。例えば敵に塩を送るという上杉謙信の逸話は史実として確認されていないとされるのが一般的です。現存する文書には塩を無償で送った証拠がなく、江戸時代に創作された可能性が高いとされています。一方で謙信は塩の取引を禁止せず定価で販売するよう指示したとも伝えられており、実際には経済的な打算や戦略的な判断であった可能性もあります。背景には今川氏や北条氏の計略があり、謙信の行動は彼の義理がたいイメージを強調するものとして後世に美化されたと言えるでしょう。この逸話は謙信の義の武将としての評価を後世の物語や伝説で強化したもので、実際の歴史とは異なる側面があります。また謙信の経済政策に関しても従来の義の武将としてのイメージとは異なる面が浮かび上がります。彼の税金ゼロ政策は衰退した港町を再興し商業活動を活性化させるための大胆な改革であり、町全体の税を免除する一方で特産品である青苧の実に税を課すことで収益を確保するというものでした。この方針は領内の経済的困難を解決するための現実的かつ戦略的な措置であり、外部との貿易を通じて経済的な利益を得ることを狙ったものです。商業戦略としては合理的ですが、人生を敷く名君という理想化されたイメージとは必ずしも一致しません。このような現実的な経済判断からは謙信の政策が義だけでなく領地経営の効率性を重視していたことが見て取れます。上杉謙信の存命中にも彼の義の武将というイメージとは異なる側面が見られます。例えば謙信の支配下にあった地域では裏切りや反乱が繰り返されました。特に永禄12年の松倉城の戦いでは椎名康胤が謙信を裏切り武田信玄に味方するという事件が起こり、謙信は松倉城を包囲して攻撃を行いました。戦いは非常に激しく、結果として椎名康胤は城を追われましたが、謙信はこのように内部での裏切りに対処し続ける必要がありました。また謙信は戦略的理由から自社の焼き討ちも行っています。例えば謙信は一向一揆と対立した際、北陸地方で
一向宗の寺院を攻撃し焼き打ちを行った記録が残っています。その行動は敵対勢力を制圧するためのものでした。このように謙信の生涯には義の精神だけでなく実際の戦略的な判断や利害関係が大きく関わっていたことがうかがえます。彼の清廉潔白というイメージは後世の創作や解釈による部分も多く、複雑な戦国時代の背景を考慮に入れる必要があります。こうした背景を考えると謙信の評価は理想化されている側面もあると言えます。彼の義の精神は戦国の混乱を乗り越えるための戦略的な選択であった可能性が高く、単なる道徳的な行動というよりは現実的な状況判断に基づいたものであったと考えられます。謙信が義の武将として語られることが多いのは当時の政治的意図や武士道に象徴される価値観が後世に受け入れられやすかったからかもしれません。上杉謙信の評価は後世の文化や伝説によって美化されてきた部分が多く、実際の行動や政策には異なる面があると言えます。彼の義の武将という評価はその一面に過ぎず、歴史的な背景や具体的な行動を踏まえて考える必要があるでしょう。江戸の万能者か、誇張された奇才か、平賀源内。平賀源内は日本のダヴィンチと称されるほど多彩な人物であり、発明家や本草学者、蘭学者として知られていますが、その評価には異なる見解もあります。彼の活動範囲は広く、発明、文学、鉱山開発など様々な分野で功績を残しましたが、その評価が課題であると指摘されています。まず源内はエレキテルの修理復元で知られていますが、実際に発明したわけではなく、もともとあったものを修理して見せただけです。エレキテルを使った実演は話題になりましたが、それを事業化するには至らず商業的には失敗しました。このため彼がエレキテルの発明者としての評価は実際よりも誇張されたものであるとされています。源内は様々な分野で多才ぶりを発揮しましたが、その多くの事業は商業的に成功しませんでした。例えば源内は西洋技術に強い関心を持ち、長崎で西洋画や陶磁器の技術を学びましたが、彼の事業計画の多くが持続的な成功には至りませんでした。特に源内焼と呼ばれる陶磁器の製造やウールの国産化を試みたものの、これらの事業は商業的には失敗しています。これらの事例から源内が技術面での才能を持ちながらも経済活動においては思うように成果を上げられなかったことがうかがえます。さらに源内の評価には彼の人格や行動に対する批判的な側面も含まれています。彼は多才であった一方、晩年には奇行や問題行動が目立つようになりました。安永8年、酔った勢いで大工の棟梁を2人を殺傷した事件は彼の激しい気性を象徴するものでした。この事件によって彼は投獄され、最終的には獄中で亡くなったため、彼の評価には天才的だが危険な人物という見方も加わります。彼の実績には後世に美化されたものが多いとされ、そのいくつかはオリジナルな発明ではなく既存の西洋技術を改良したものです。例えば日本初の西洋画家とされることがありますが、その作品はオランダ商人の技法を模倣したとされます。また万歩計や寒暖計のような発明も西洋の技術をもとに改良されたもので、独創的な発明としての評価には疑問の声もあります。また源内は江戸時代における鉱山開発にも関与しました。彼は秋田藩に招かれて鉱山の採掘技術を指導し、鉱山開発において一定の成果を上げましたが、これもまた当時の技術的限界や経済的な課題に阻まれ、期待したほどの利益を生むことはできませんでした。このように彼の科学的な活動は実用化に至るまでには至らず、試みの域を出なかったと評価されています。平賀源内は多彩で先進的な人物であり、その業績は江戸時代において非常に得意なものでした。しかしその評価の多くは後世の美化や誤解に基づいている部分も少なくなく、彼の実像を理解するためには彼の功績をさまざまな視点で考察する必要があるでしょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。
今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。